私上手くないんですけど、今日はスタジオアシスタント、スタジオアシスタントって言っても皆さん何をしてるかってよく分かんないんじゃないかなと思って仕事の話をしようかなと思います。ありがとうございます。真面目。いや真面目。スタジオアシスタントって何してるかってみんな知ってます？レフ板持ってる。レフ板持ってる。スタジオアシスタント。私も小さないからな。あとはレフ板持ってる。モデルがね、お子さんが多いんで機嫌を取ったり。機嫌を取ってる。はい。うまいな。それぐらいですよね、きっと。スタジオアシスタントは今まで10年今やってるんですけど、大きく分けると多分一つはコミュニケーションと、あと表情を作るから、表情笑顔を作ったり、表情、あとは振り付け、婚礼とか成人とか着物とか着た時に綺麗に身なりが見えるような振り付けとか、男子じゃない、ポージングとか、つけまつげ欲しいの、つけその振り付けか、それダンスの振り付け。あともう一個なんだっけな、あとエスクリ、この4つが大きくあるかなと思います。コミュニケーションはお客さんとのコミュニケーションで、こう撮影入る前に例えばこうお荷物こちらにどうぞとか、そういう案内の気遣いとか、緊張されてる方には今日どこから来たんですかっていう、そのメンタル面の気遣いの部分のコミュニケーション、あとはあの撮りたい写真とかの希望とか要望を聞き出すっていうのもコミュニケーションで、どれだけ親しくなれるかで言いにくいこととか、こうしてほしいなっていうのを引き出せるっていうのはコミュニケーションで、振り付けっていうのは先ほどの婚礼衣装とか和装のあの正しい位置に正しいものがあって、例えば手柄を見せたいとか、あとは形で言うと、例えば男性的なポーズっていうと、マスキラントってこう C、 英語のこう C になる、こういうポーズ男性的なんですね。で S ラインっていうのが女性的な、例えばこうしてこう、そうするとこう曲線でこう関節をこうねじってねって、こう S のラインが、ひとみちゃんがいつもこういつもやってるやつ、女性的なラインで、どっちかとこうすると男性的なライン、あー、うるさん、今日のひとみちゃんどっち、まあ、そういうなんか、まあ、ポーズとかもいろいろあったりするんですけど、そういう振り付けとか、あとこう婚礼の和装のこう見え方でも綺麗な、結構あの和装ってそのまま着て立ってるだけだと全部ダラーンってなって、あの布地がなんていうんですかね、何がですか、やっぱこうあって動画の方がいいの、動画こうあって、今日えらく地味だね、目線はえらく地味だね、例えばコンデーションって、まあ、こういう感じじゃないですか、そうですよね、ここに足がちょっと足というか内側が見えたりして、でここって何もしないと、まあ、こんなこうシワがこういっぱい出るんですよね。で写真にするときって光が当たったりすると、やっぱりこのシワとか影になってる分ってすごく目立ってくるんですよ。で、そこに右と左でどっちの絵を出すってのはあるんですか？それ着物の柄の入り方とか、和装だと大体こっち側から開いてくるんで、こっち向きの方が絵柄が綺麗に見えます。反対向きだとこの開いてる側が見えてきちゃうんで、まあ、内側のこう裏地が可愛くて見せたいなっていうときはこっち側とかでもいいんですけど、基本こっち側の方が着物の見え方が綺麗なんで、こっち向きに立つことが私の会社では多いです。流れの向き、着物がこう合わせ的に、ここで浴衣でも着物でこっち側が開けてるじゃないですか、座った時でもこっちの方が綺麗に見えてくるんで、例えばここに厚紙を入れたり、最高ので振り袖の中に実は厚紙を隠し入れたり、ここを広げる、そうすると厚紙入れるとその重みで布が地がピーンとするんですよね、シワが出なくて、でここ実はこうペラッとめくると、実はここで少しこうクリップで地が止めてて、この布を釣ってたり、あ, あとこの袖もそのまま立ってると
内側に入って見えなくなっちゃうところを内側で実はこっち側でここの布とクリップで留めてたり、でここもこの長さは身長によって布地がすごい長い人とすごい短い人とかがいる、長い時はここでちょっとつ上にこう引っ張ってここでクリップで留めてたりっていう振り付けをそれでこれは和装で、和装の知識がないと振り付けってやっぱり正しい位置がわからない、そういう知識も全然わかんないです。いや、じゃあそういう知識も勉強ちょっとずつですけどね。帯締めの位置とか、帯締めってどこだかわかります？帯の ここにこう帯の真ん中ぐらいについてるやつ、これってこの真ん中より下なのが結婚した人とかが、だから若い人は大体真ん中とか、じゃあ間違いでつけてるとなんかこの人は結婚しているのかでもまあ紐の奥深すぎてあれなんですけどねまあそうだで、あと表情、笑顔を作るのはもちろんなんですけど、写真を撮って笑顔だけがいいわけじゃないんですよね。例えば、まあ、真剣なキリッとした顔とか、ちょっとこうムーディーな、またいろんな表情を作るためにそれに合わせて声かけをしたり、実はこう見守るだけだったり、笑いすぎちゃう子は逆に笑わせないようにしたりとかっていう表情作りで、絵作りっていうのはカメラマンが覗いてて今どういう絵が撮れてるかって、カメラマンしか見えない絵を横とか真後ろからいて、今あのカメラでこの距離で撮っててどこまでが映ってて、どういう絵が撮りたいのかっていうのを察知しないといけない。じゃないと自分が直すために近くにいてそこ入ってるよってなったら邪魔じゃないですか。上から見る感じなの？上からカメラマンが見る絵をもう大体どういう絵が撮りたいか、この場所だから多分奥行き感出すんだろうなとか、そこはまあカメラマンのコミュニケーションとかカメラの知識も多少は必要かもしれないですけど、でさらに絵作りっていうとなんかその背景とか、例えばカメラマンはこういう意図を撮ってるから自分はこう動いたらいいんだ、カメラマンってこう構えてるから動きたくても動けないところをアシスタントがいて直したり声かけをしたりするんですよ。でさらに自分が例えばどう撮りたいかっていうのを全部作り上げてカメラマンのシャッターを押すだけっていう絵作りができるレベルまでいくといいかなっていう、この4つ、空間を把握しないと、そうっていうのが大きくかな。で今日は0歳それです、子供の操り方、操り方すごいこれ嫌な言い方しちゃうんですけど、年齢とかによって対処の仕方が全然変わってくるんですよね。0歳から7歳まで言ったら、0歳の子をあやすときと7歳の子をあやすときって注意するところも違えば表情のつけ方も違う。例えば0歳って視界がぼやけてるんですよ。まだ目がちゃんと出来上がってない状態なので、ちょっと何ヶ月か経るとやっとお母さんの顔見えるかなっていうぐらいで、まだ赤ちゃんの時って目も見えないし鼓膜も弱い状態なので、耳元で大きな音を一旦出したりとかしちゃいけないとか、びっくりして泣いちゃう、びっくりしちゃうとか鼓膜破けちゃうんで、そうなんで、赤ちゃんって生まれたばっかりで1ヶ月とかって表情とか笑うってことはないんです。笑ったように見えることはあっても基本笑うことはないんですけど、一番反応するのはお母さんの声かけとか、そういうこと。なんで0歳の扱いとしては一番は欲求に素直なんで、泣くときってお腹空いてるとかおむつが気持ち悪いとか眠いとか、だいたいそれのどれかなんですよね。だからその環境が全部整ってればだいたい機嫌よく取れる。なんで扱い方をこう首をね丁寧に持ってあげたりとかしながら声かけをする。お母さんじゃなくても大丈夫だ、お母さんなんか反応はしないんだろうけど多分聞こえてるだろうなっていう手で赤ちゃんに声かけをする。で100日ぐらいになってくると、まあ多少この辺まで見えてるかなっていう場合はやっぱ声かけをしながら、ちょっとこう顔の表情筋を私はよく動かすんですよね。口で、まあ、この音とかも結構赤ちゃんで好きなんで、破裂音をさせたりとか、
だ口をうんばうんばって言うと多分この動きは多少単純な動きだから見えてるかな、それでちょっと真似しようとしてこうやってアンマンマークしてるところを撮ったりとか。で6ヶ月になるとお座りができるようになってくるんで、赤ちゃん寝たき、まだお座り不安定な子もいるので、まあ、この辺までは完全に安全確保はしながら座ってても後ろひっくり返っちゃったりするんですけど、6ヶ月だと結構視界が見えてくると人見知りとか場所見知りするようになる。まだ0歳ってどこにいるか分かんないんでしないんですけど、6ヶ月ぐらいってするようになるんで、ファーストインパクトがなんか例えばすごい不安なのにいきなり知らない人でバッて囲んで、さあ撮影ですよって言ったら赤ちゃんびっくりしてもうママ絶対離れないでみたいな。なので大体6ヶ月の子はお母さんがちょっとでもいないとずっと会えなくなるような不安を抱えてる時期なんで、基本お母さんがまず撮影する場所に行ってもらって、場所に慣れて一人で座ったらスタッフがこう徐々に近づいていきながら遠回しに近づいてる、近づきながらで、ちょっと警戒心強い子の場合は目を合わせずあんまり正面には立たずに、やっぱ対面ってすごく圧迫感があるのでこう引いちゃうんですよね。真横に並んでるとちょっと安心するじゃないですか。でお母さんと喋りつつも子供と見せながら向こうから興味が湧いてくるように仕掛けます。で1歳になると歩き始めるので動きます。動くし何かわーわー言います。何言ってるかよく分かんないけど、で1歳も人見知りとかをするんでその子にもよるんですけど、1歳はとにかく歩きたい年頃なので動きを止めてはいけません。興味があるものはそのまま興味のあるもの、あんまりこう歩きたいところをこっちダメこっちダメってやってるともうご機嫌がどんどん悪くなっちゃうので、基本1歳を撮影するときはある程度空間で撮れる環境を用意しときながら、多分こう動くだろうな、例えば椅子の上におもちゃを置いとけばそこにおもちゃに向かって歩いてって、例えばここにこういう興味のあるものを置いといてこっちから撮るとして、この子をこっちにあなんかあるって言って名前を呼ぶと何ってこれで場所当て取ると捕まり立ちしてるみたいなポーズが取れるとか、はあ、誘導してくるんだ。あとは先最初から座らせといて何かリンゴとかを持たせて、ほらここ楽しいでしょってここで遊ばせといて、ちょっと離れてとかこう持ってるものをスッと離すと、あ取られたって顔を上げると、椅子に座ってて顔を上げてるのだって、ちゃんとそれがそういうその子の動きの特徴を捉えながら、多分話をしてそこに立ってここ持ってって言っても絶対聞かない年頃なんで、で3歳になると結構お話が会話ができるようになります。3歳だから七五三とか多いですね。七五三3歳はその子によりますけど、動かないでいられる子と、もう動きが止められない子といるんで、ですけどあのキャラクターアンパンマンとかピカチュウとか、例えばお姉さんがこれ出すのなんだとか言ってアンパンマンって言ってパシャとかそういう会話のキャッチボールができるようになるので、で3歳とかぐらいはすぐ飽きちゃうので、写真はもう15分ぐらいが限度じゃないかな、平均的にと思います。15分以上遊んでても多分疲れてきて飽きちゃうし、同じくて、いろんなこう引き出しを、どれがその子のツボか分かんないのでクイズやってもアンパンマンっていう子もいるし、喋んない子もいるし、で7歳もそういうクイズ系はできますけど、さすがに7歳でアンパンマンとか出されてもバカにしてるのかなって思われちゃう年齢でもあるので、7歳になってれば例えば学校の話とか食べ物の話とか、そういうちょっと年齢に合わせた会話の内容のレベルを上げて話す。で7歳だともうほとんど自分で動きつけられたりもするんで、例えばそのまま離れたまま
ちょっと首こっちにやってって言ったらこうやってできる子がいたりとかするので、うん、そういう流れで撮っています、操っています。そういう引き出しのネタとかは逐次仕入れて鮮度をキープしていく感じの、だいたいこの辺はあれですね、 NHK のいないお母さんと一緒とかで仕入れます。お母さんと一緒でやってる番組って年齢この辺対象じゃないですか。そうすると人形劇にしてもクレイアニメにしてもリズム感とかテンポとか単純なものっていうものが何の意味もなしにテケ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 してるだけなんですよ。だからそういうのを見ながら、例えばテテテテテテプリューンってやるだけで子供笑うんですよね。なんとなく。だから子供だとしてこうなんかマンバーマンをそう話すと何してんだろうなって思うみたいな。テケテケテケプリューンやるだけで、めっちゃ楽しそうだ。ゲッさんが喜んでる。笑う気なくても、なんとなくそういうリズムを繰り返してると、楽しい。音程がね、変わったりすることで笑ったりする。そこですやっぱり。メリハリを作る。メリハリをする。ミュージシャンはそこから始まってますから。音で食いつく子はやっぱり将来有効ですよね。この辺ダンスしますからね。そうですね。6ヶ月1歳ぐらいはタン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 ってやったっけど、こう座りながらこうやるよっしゃいよ。すごい。そういうのします。ダンシングフロア。ざっくりその辺かな。注意してることは食べ物の話とかって森誰でも共通でできると思いきや、この辺なってくるとたまにアレルギーの子がいて、食べ物で食べられない子が中にはいるんです。で例えば何々好きって言ってなんか微妙な反応してる時ってそういう子の場合も多くて、情報が来てない時もあるので、なるほど、食べ物であんまりいい表情顔を曇らせたらアレルギーの可能性がある、食べられない可能性があると思ってあんまり食べ物のネタはしない。難しいですか。何ネタがいいんですか。学校責められます。学校とかでもその子が笑うツボってその子それぞれで違うんで、まあ、例えばぬいぐるみを出して7歳でもアンパンマンで全然笑う子もいるんで、最初まあアンパンマンから出してみて、でちょっとなんかそれ幼稚っぽいって反応したら、学校何に小学校行ってるのって、例えばなんか乙女小学校とか言ったら、あ、お米小学校おいしそうだねとか言うと、違うよってそこでこっちがミスをしたり何かしくじったりすることで安心感を得るっていう瞬間を狙ってあえてボケてみる。そこで心をこうパカッと開いてくれることを、え、違うけどみたいな、お米小学校だけどみたいな、あ、マジでなんだねって言って あまりボケるのをやめる。いるよね、家族ネタ。なるほど。家族の中で一番食いしん坊は誰とか、あ、お寝坊さん誰って言って家族の話して笑う子は大体その家族に対して安心感があったり、家族の話で妹は何て言うのとか言って話をしたりしてます。何か質問ありますか。なるほど。何が一番食いつきがありますか。3歳4歳アンパンマン、アンパンマンですね。抜けてるけど5歳男児もいるけどね。5歳男児はあの男の子って女の子より結構あの単純なので、大体まあアンパンマン食いつかない子はそんなのもう5歳なんだからやんねえよって言うかわいいな。大体ライダーが好きなの。仮面ライダーとか特急ジャーとか名前出しておくとか、あと私最近手抜きであのおならとかしか言わないです。しまれた。あのお母さんすいませんとは思うんですけど、あんまり厳格そうなご家族には使わないんですけど、あのプーあの熊のプーさん使って、うん、じゃあこっちのおならプーさんの方見ててねって言うと、もうプーおならじゃねえしって言って、あ、ごめんおならプーさんプーしちゃうんだよねってプーって言ってカメラマンがクサって言ったりとか、ちょっともうおならするたびに笑うんでプーって言うだけでいい。雑な手を使う。使い分けが難しそうだね。子供はその子によって全然違うので。やっぱ質問がありますか。
今言ってた。やっぱりこういう話を伺ってると起点とやっぱり会話とかがスムーズに出る方じゃないと務まらないなっていうふうに思いました。うん、ね、だって言われてる反応によってそこっちが反応を示してあげないとその子は怒っちゃったりもするし、だからそこをまた柔和にしてあげるにはユーモアセンスと大変なことをされてるなと思いました。ありがとうございます。以上です。どうも。途中まで消えちゃう。ひとみちゃん、今日のひとみちゃんやってる人、質問来たよ、はい、どうぞ。今日なんで地味なんですか？仕事帰りだからです。あー、なるほど、納得。仕事帰りだし、冬だから暖かい格好が。なるほどね。でもピンクのセーターはもうあるでしょ？ピンクもありますけど、冬は、冬は、冬はないんだ。カワセミルックじゃないんだ。カワセミルックじゃないんだ。確認チェック、カメラチェック、カメラチェック、ダメみたいな。もうなんかすごい顔が疲れてる。隠しとこうか。違うか、ドラ焼きちょっとお借りして。アンパンマン、アンパンじゃないな。アンパンだよ。ドラ焼きも俺も飛んだけど、さすが近いだろ、うん、すごい、すごいいい絵だよ。なんか右左の色がそっちの色々の方がアンパンマンだよ。いいね、素晴らしい。まあ子供の扱いは難しいですよね。今テレビでアンパンマンそのままずっとやってるんですか？やってるんじゃないですか。本当に時間帯がね、夕方です。山瀬さん、本社やってる人って言われた。